どうもはい、今回ですねセミナーを終えて焼肉食いながらぐっちゃべっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーりゅうちゃん今日福島から何時間かけて新幹線で1時間20分ぐらいですか。2時間20分1時間です2時間1時間。1時間半かかんねえんだなと思って。お疲れ様です。まあ、リュウちゃんのセッションが20分ぐらいかな。そうですね、ちょうど20分ぐらいだったかな。どうだった？初めて話してみて。いやーなんか今日ギャラリーねえと思ったらギャラリーいたからね。はい。平日昼間、まあ、しかもあの会社休んできたっていう途中で急遽でも一人であれだったんで、うん、もっと人数増えたらちょっともっと多分テンパるだろうなって思いましたね。なるほどね。いやでもね、まあ、ずっとやってくれてたのが嬉しいね。なんかまあね、この音声話す前になんでやらないのみたいな話をしてて、はい、まあセミナーでもちょっと話したけど逆になんかリュウちゃんが今22か、はい、できる理由って何？できる理由、続けられる理由みたいなことですよね、うん、だってね、みんな続けられないし、うん、だってみんなね、まあ、リュウちゃん今チャンネル登録者数5600だっけ、はい、みんなチャンネル登録者数1000いくまでにで、まあ、離脱するでしょ。まあそうっすね。いや今のうちになんか作っとくと後々自分が絶対こう楽できるじゃないですけど、うん、自分に返ってくるっていうのは、まあ、みんなもそれ分かってるやん、はい、大体は、はい、言わなくてもそのネットやっといた方がいいよなんてのにそんなのね、多分言われなくても分かっとるやんみたいな。そうなんだけど稼げねえんだよみたいな話やん。はいはいはい。だけどその続けられ、だってねセミナーでも話してくれたけど最初アップしてもなんだ30回とかでしょ、はい、で1回とか2回の時もあったでしょ。全然ありました。0回の時もありましたね、はい、上げて1週間とか多分上げて1週間0回ありました。全然ありました。だけど今は24時間以内に5000回、平均5000ぐらいですよね。24時間以内に5000回ってすごいね。いや 俺の動画で5000回回ったらすげえ売れんじゃないかな。ぼやきで5000回みたいな。吉田さんぼやき来たみたいな。間違いなく売れます、ね、5000回ぼやき動画で5000回ちょっと目指したいな。ぼやき動画でちょっと5000目指したいな。いいなそれ。自分もそこなんですよね、目指してってことで。あ、そうなんだ。編集して今5000なんで。あノー編集で、ノー編集というか自分に対してもっと価値を感じてくれる人が増えれば、うん、どんな動画でも回ると思うんですよ、うん、なんでもっと自分こう労力をあんまりかけずに、うん、効率的にどんどん回していく仕組みをどんどんちょっと作っていきたいっていうか、そういう風な感じで運営していきたいなっていうのはあるんですよね。でも俺がこのスタイル取ったのは結構もう本当柴田さんの影響強いからね、はい、でもこれでいったらマジで勝ちやんって俺思ったからね。ほとんど編集しないでただ喋ってるだけでアングルもずっとあれ で今もう100万人いっちゃったけども、柴田さんのスタイルも強いですよね。いやあれ強いよね。だって全然編集してないじゃんほとんどが、はい、まあ、編集してるやつもあるけど。ああ、すいません、ありがとうございます。やっぱさ編集がデフォルトになるってさしんどいじゃん。しんどいっすよ。しんどいよね、はい、編集デフォルトになる。だってなんか堀江さんとか逆にさ今あ全然編集してないですよね。編集してない方が上がるみたいな、はい、お前やぼやいてる方がそうそうぼやいてる回るみたいなこと言ってました。ある意味前なんか堀江さんがさ盗撮されたねみたいなっていう動画があって、なんか上げてましたね。それが確かね80万か70万まあ盗撮されたという動画で80万みたいな。もう神だな、それに怒ったらどうのこうのみたいな。そう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 、いやいいな盗撮されても金稼ぐみたいなあそこら辺まで行きたいですよね、うん、あ、すいません、この音声あの適当に焼肉食いながら喋ってるんで、あの特になんか出るかもしれないですけど期待せず聞いてください。垂れ流しです。これはどういうあれで使う素材なんですか？こ
これは R34 であの対談みたいな、あ対談ぼやき、対談、なんで対談ぼやき、まさかの対談2人ぼやきみたいな、結構新しいですねそれ焼き肉いながら2人でぼやくみたいな、ライブやりながらは結構あったじゃないですか今まで、うん、2人で食いながらライブしてっていう、音声って結構珍しい感じしますね。そうだ、ちょっと肉に集中したい部分もあるからね。今日飯食った？お昼。いや今日出てくる時に、うんうん、コンビニでパン買ったの新幹線で食ってたんですけど、うん、それで腹いっぱいになっちゃって、うん、お昼食ってないんですよね。あ、そうなんだ、はい、俺も飯食ってないから今日。あの吉田さんの動画で最近めっちゃ言ってる、うん、なんていうんですかね、やり始める時に機材をこだわる人みたいないるじゃないですか。ああ、そうやね、めちゃくちゃおるね。それもめっちゃ共感して、うんうん、機材とかどうでもいいからとりあえずなんか やれやっていういやてかもう、てかそもそも iPhone のもし、まあ、ネックの聞いてる方で iPhone11 に変えましたっていう人いれば、はい、相当の機材だよ。ですよね。で iPhone11 やばいよマジで。もうこれで全部いけんじゃねえかっていうか、まあ、てかまあ もともといけてたけど、なんかだいぶ すごいよ 進化度が、はい、だってぶっちゃけこれ僕 iPhone11 の 512GB だけど機種代に17万ぐらいすんねん、はい、まあ、あの分割で買わなかったら普通にパソコンやん。これ17万って本当持ち運べるパソコンみたいなもんですよね今の。もうもうそうやね。なんまあ、これも iPhone のボイスレコーダーで撮ってるけど何でもできるよね。だ一応俺も機材また新しく 4K 撮れる一眼、これも 4K 撮れる一眼だけど、はい、買って、だけどデフォルト iPhone の方が多いからねやっぱり楽っすよね。楽しかも 4K 重いしさ。GoPro とかでもライブできるんですよ今の GoPro って。ああ GoPro 8、 自分の7なんですけど。あ7でもライブできるの。 YouTube に飛ばして7から確かできるようになって、最初そっちでやってたりしてたんですけども、うん、繋ぐのもめんどくさいしで。ああなんか設定ね、うん、あっちで撮った方が手ぶれとかが抑えられるんで全然綺麗な絵撮れるんですけど、うん、結局ライブ動画するんだったらもうなんか iPhone が一番最強だなって。いや iPhone マジ最強だよ。 iPhone 神だよ。なんだかんだ言ってもポケットから出して1秒が一番最初は GoPro はあのそのバイクの映像を撮るために買ったの。そうです。それはもう YouTube やるために買ったの。それともやるっていうかもうそもそも結構吉谷さんと会う前からやりたくてずっと、うんうん、でそういうのもあってそれになんかそのジャンルで行こうかなって決めたんですけど、その頃からもともと買おうって思ってて、うん、ですね。でとりあえずもうそれがないととりあえずちょっと厳しいあれなんで、まあね、自分の場合はアングル的にもね。俺もね GoPro でやろうと思ってるんだけど買ってなくて、要はあの車の外につけて峠走るみたいな、はいはいはい、それ結構多分マニア好きですよ。いいよね、だいぶいいよね。タイヤ回るとことか。そう俺も大好きですからね。でしょ峠攻めるみたいな峠攻めてみたみたいな。R34 だったら多分余計結構回りそうな気がしますね。そうだいいと思うね。だからもう結構もう俺も会社作ったから、はい、あの全部機材一式しようかなと思って相当やったし、だ今日撮影したビデオカメラも もう5年使ってるの、はい、だからビデオカメラも新しくしようと思ってなんか今探してて業務用の買っちゃおうかなみたいな。キャノンとかからも出てますね。めっちゃでかい。あそうまあ、これで飯食ってるからさ、うん、まあ、それにはお金かけないとなってちょっとは。そういうのはさっきも言ってセミナーでも言ってましたけど、うん、そういうのはなんか別に後からでいいと思うんですよ。まあ後からね、やりきった後、ね、最初からそのいい機材揃えようとか考えんじゃなくてまずはなんか中古のカメラとかでも全然いいと思うんですよ。いや十分だよ。だって俺なんか5年使ってるからね、あのビデオカメラが有料で売ってる映像だからさ、うん、結局セミナー映像売ってるやん。いや一眼より一眼はもう結構インスタで写真結構撮るから、うん、
これ今オートフォーカスとか昔使ってたのがそのオートフォーカスがすげえちょっと遅かったの、うん、で使っててあちょっとなんか遅いなとか、まあ、使いまくってだから前の一眼レフでも写真1万枚以上撮ってるし、はい、動画もまあまあ撮ったしまあいいかなだやってやってやってその上でじゃあレベルアップしようかなとは言ってるんだけどそれが全然いいと思いますよ。うん、なんかそういう人やっぱ多いよね。めっちゃ多いですね。で僕のデータ僕データによると何のカメラ使ってるんですかとか何のマイク使ってるんですかって言ってる人は、まあ、継続できてない、ね、うん、そもそもなんか本気でやりたかったら自分で調べると思うんですよ。まあまあまあ確かにどういうのがいいのかとか、まあ、俺もレビュー動画めっちゃ見るから、はい、俺もめっちゃ見ます。あ見るパソコン買う時もめちゃめちゃ見るよね。パソコン買う時もカメラ買う時もめっちゃ見るんですけど、それをするためにあった方がいい機材って何なのかをまず自分で多分リサーチするのが普通じゃないかなって思っちゃってて、聞くまでもないというか、まあ聞くまでも出てくるからね調べれば。でやっていくうちにそのクオリティ求めたくなって、うん、自分が目標とする人が何を機材使ってんのかなってなって質問するなら分かるんですけど。ああなるほどね。まあ、全く一動画も撮ってないけど、はい、みたいな。やってないうちから聞くっていうか、なんかその聞く必要ないよなって思っちゃうというか。あ、リュウちゃんそもそもドリアカ入ったのが20歳か20歳だったと思いますね、おそらく。そうですね。あれだよね、リュウちゃんがインプレッサだよね。いや、自分はインプレッサじゃないです。インプレッサじゃない、あれレボーグですね。レボーグ。あ、じゃあもう一人の子かに、それに顔面をインプレッサにしてるっていう車に乗ってるのが俺です。あ、車体はレボーグなんだけど顔面がインプレッサみたいな。あ、なるほど。っていうあのボードのやつでしょ。あ、そうです。だよね、はい、だよね。っていう話は多分しましたね。だよね、2年前。だよね。で、あの車はまだ乗ってるの。乗ってます、乗ってます。で、確か7年ローンかなんかで買った。そうですね、そうですね。だよね、はい、あ、じゃあ合ってる合ってる。あの車かっこいいよね。なんか時たまいいねしてくれましたね、確か。あ、そうそう、たつはたまに吉谷さん来たみたいなで俺もなんかもうタイムライン上に、はい、起動してタイムライン上に乗ってる人をこうアップするから、そこのタイミング、俺のタイミングで来たら、ちょうどいい感じに来たら、そういい感じに来たら、はい、押すみたいな。まあ、でもあっち今のアカウントで、そっちのアカウントではあんま全然載せてないですね、もう最近。あ、そうなんだ。そっちよりその今やってるチャンネルの方のアカウントで載せてた方があれかなっていうのがあるんで。え、車は何歳の時買ったんだっけ。車18です。18か、そう、はい、じゃあまだローン残ってんだ。残ってます。9年、8年、いや7年ですけど、ぶっちゃけなんか今もう払ってるようで払ってないみたいな状態なんですよ。その YouTube から来たやつでもう全然プラマイどころか、プラマイゼロどころかもうプラスになってるんで、あ、そうか、毎月払ってるようで払ってないみたいな、そういう感じなんですよ。 YouTube の広告収入から、まあ、ですね、もうで、なるほどね。アザースみたいな感じですね。アザースみたいな。いやでももう30万とか見えてきたでしょ。全然見 見えるでしょ。ますね、はい、見えるでしょ、あそこまで行けば。なんかもう やればやるだけ右肩上がりになってくるしかないなっていう、うん、その今アップしなくなったら、うん、多分落ちてくるんでしょうけど、うん、それでも多分もう3万ぐらいは毎月、うん、全く1ヶ月動画上げなくても3万4万は入ってくるっていうのはなんとなくあれなんですけど、うん、じゃあね、やった分だけとりあえずもう毎月毎月上がっていく感じがするんで、うん、しかもね、ジャンルが結構マニアックじゃん。そうですね。だから結局あの動画ってなんかトレンドでもなけるないというか、まあその好きな人がひたすら見たいみたいな、はいはい、検索してだからその昔とか今とかあんま書けなくなる。書けない、いつ上げた動画だろうが。そうそうそう、だからマフラー音的な感じじゃんマフラー音とかもさ何百万回回ってるやつもあるけどさ、バイク好きな人とかもうマフラー音聞いてやばいんですよまあなんかね、芸人さんが前なんかそのノッチだったかな、ノッチっていうあの、はいはい、オバマ大統領の真似してる芸人さんがバイクめっちゃ好きで、なんか奥さんと出てて、奥さんがなんかいつも YouTube でマフラー音しか聞いてなくてなんかブチ切れるっていう、でノッチがいやマフラー音いいんですみたいな、なんか
いや好きな人にしか分かんないんでしょうけど、分かんないね、はい、分かんないね、そこに需要は間違いなくあるんですよね、あるね、しかもロングでもあるやん、はい、だからニッチめちゃくちゃいいと思うの、2つのタレでなんか味違うんですかこれ？これなんか濃厚とあっさりみたいな。ああ、なんかあんま変わんないね。はい。熟成タレって感じ。熟成されてない熟成みたいな。あんま変わんないよね。多分。タレって全然わかんないよ、ね。え、もともとなんだ、ネットビジネスに一番最初に興味もなんかきっかけは何だったの？転売です。あ、そうだそうだ、思い出した、ありましたよね、あ、そうそう、それで、それで一個さんに、そう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 、金持ちブランディング、はい、あ、そうそう、それ合わねえなみたいな、俺には無理だって、いや、そんな金持ちじゃないのに金持ちブランディングしろ言われてもねどうしたらええねんっていう、まあ確かに収益上がるのか分かんないけどみたいな、なるほどね、あ、そうだそうだ、で、ゆっこさんがと一緒に多分同じグループかなんかでやってて、でポンポコ出てたのがいきなり出てこなくなってどうしたんですかって聞いたら吉谷さんと男の子でみたいな、そこからですね、だってゆっこさんもなんか赤ジャージきっかけだからね、なんかフェイスブックライブで赤ジャージしてたら見つけてくれたみたいで、はい、秒速で入りましたね、もう、あ、そうだ、秒速だったね、秒だったっすね、もう2日とかじゃなかっただよね、結構確かに早かった、全然もう回収させてもらっちゃってますからね、ありがたい限りで、いやいやいや俺の力じゃないみたいな、それ回収できてない人もいるしさ、まあ、やってほしいな、俺はドリームアカデミア作るときに本当に逃げないでやってほしいなっていう思いで、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていうのを掲げてやって、はい、やっぱそれでもやっぱ逃げちゃうからさ、俺もまさきさんと、うん、あともう一方入れてるんですよ、あの紹介で、あ、だっけ、全然連絡もないというか、だからやる人やらない人でも結構はっきり分かれちゃうんだろうなっていう、そうやな、そこはだんだん俺ができることは自分が続けるしかないな、はい、背中見せ続けて、いや、それめっちゃでかいですよ本当、自分だからしたら、うん、あ、いやだ、俺はなんでこれやってるかっていうと、結局その昔の会社で、なんやろな、まあその上は上の仕事があるのは分かるようになったけど、社長にもなったし、だけど上の人って現場見ないからさ、はいはい、数字しか見ないから、でも現場は現場の事件起きてるし、だからやっぱ現場って大事だなっていうのは、俺はもうなんか現場ばかりだからさ、常に現場にいるっていうのが大事かな、やっぱ人間なんてモチベーションってあるじゃないですか、やっぱり、うん、その時もそのなんていうんですかね、気分落ちてる時とかでもめっちゃ上がってるじゃないですか、吉谷さんの動画が、ね、やべえみたいないやでもね、あのマレーシアに今年滞在して熟成さんいんの、はい、でその人が大阪の新年会に来てくれて、いや吉谷さん、あのマレーシアで一人寂しいけど、なんかその深夜見るとアップしてるからちょっと頑張ってるんですみたいな、それ嬉しかったけどね、やっぱなんか動画をたくさんアップロードすることによってモチベーションをこう価値提供してるんですよ、あります、本当にめっちゃ孤独じゃないですか、いや孤独やね、動画編集してる時とかもそうですけど、いや孤独孤独、自分がやんなくても何ていうんですか、周りがやってないから、うん、人間って何か変化するのが何か嫌っていうか、うん、現状維持が多分心地いいと思うんですよ、人間って誰しも、そうやね、だから別に今やめたところで別に苦労ないっていう状態だったらみんな多分やめちゃうんですけど、うん、その時にそのパッて見た YouTube とかで相変わらず吉田さんがバーン載せてるとやべえやんなきゃなんだなみたいなまあでもそれはね、声としてもらえるから俺も、あ、あ、なんか、本当はブランディングっていう部分では良くないんだけど、はい、動画アップロードしてそれで頑張らないといけないなと思う人が一人でも二人でもいるんだったら、まあ、このスタイルでいいかなっていう、だぶっちゃけ言うと、はい、僕が商品売るため売るブランディングとしてはブランディングで考えたら良くないよ、うん、だってぼやき動画とか料理動画とかいらんしだって料理のコンテンツ売ってるわけじゃないしさ、
だ逆にあれ新規で見る人はなんだこいつってなるだろうし、そこの親近感というかなんか、うん、そこが多分俺もゆっこ様だと思うんですけど、だそこでその親近感を感じてくれて入ってくれる人はいいよね、はい、でもまあちょっと少ないけどねまだ。あ、本当ですか。いやそれは少ないよ、だってまあ再生数100ぐらいやからさ、やっぱみんなキラキラブランディングの方があれなんですかね。そりゃそうでしょ、そりゃそうだよ。あ、すいません、ドリア感ももう高くなるし、もっと売りづらくなるのは分かってるけど、まあでもそれでも売るっていうのが僕の課題。どんなブランなんかね、僕がすごく印象に残ってるのが、いまだに俺がその音声教材でミスター X の教材聞いてる時あるんだけど、ミスター X が俺はブランディングなんか関係ないと思ってやってましたっていうセリフがあって、80億稼いだ人はブランディング関係ないと思ってたんだって俺もそれ結構あるからさ、はい、ブランディングなんか関係ない、見た目が9割関係なく売ってくっていう、それでも売ってくっていう、もう大変だけどそこを超えてくっていうのが、うん、なんか面白みあるよね、うん、王道行けばさ、単純に本当にまあインスタも焼肉のばっかアップして、高級バッグ、あの札束、まあ、やったらお客さん来るんだけどさ、な俺もなんか業界離れた、その東京の業界なそういうところを切った理由もなんかちゃうなっていう、自分に合わないけど、やっぱ会社でやってたから合わせる部分もしないといけないじゃん、うん、人付き合いとかも。でもそれ嫌だなと思ってた部分あるからさ、今は本当楽だよね、自分のスタイルだけでやってるから、なんか自分に正直に生きるというか、自分主体が一番楽ですよね、本当に。他人に左右されたりとかが、そういうのではなくて、ね、最初その転売は、はい、なんでやろうと思ったの、そのきっかけ、その転売というか新しいな、普通の転職しようとかではなく、はい、なんか自分でこう稼ごうと思ったの、きっかけは。うわっ、そうですね、その趣味にもっとお金使いたいとかっていう、ね、とこから入って、うん、で多分その時ツイッターでなんかそういうのがめっちゃ来たんですよね、 DM とかで、副業でなんちゃらなんちゃらみたいな。でそれがその前のいたとこの、うん、なんていうんですかね、塾やってた人のあれだったんですけど、経一派だね、はい、経一派今どうしてるんですかね、わかんない。で俺もね、もう本当にもう3年情報遮断してるからさ、全く分かんないね、うん、だからなんか俺は情報商材っていう本出してるから、一応周りからはそう見られてる部分もあるけど、うん、俺自身がその業界のことをもう全く知らなくなっちゃったっていう、はいはい、昔から趣味はバイクとか車だったの？そうですね、基本的にはもうそんな感じで、やっぱもう好きな車買ってもやっぱ他の好きなんなんですか、もっと乗りたい車とかってやっぱ出てきます。あ、それこそアルサイアンとかもそうですけど、ですね、もっとなんかこう趣味に金使いてみたいな、そんな感じのが最初の入りだったかもしれないですけど、今別になんかそういうのが全くなくなって、なんでだって22やで、そうなんですけど、そっちってよりかはなんていうんですか、将来的にもっとこう今より、うん、言っちゃったら働かなくても、そういうところで働かなくてもそっちでお金こう入ってくるようになれば、うん、なんかいいなみたいな、そっちの思考というかそっちの考え方が強くなっちゃって、だから今 YouTube でお金もらってますけど、うん、
そういうのをその趣味にバンバン使うっていう使い方全然してなくて、それこそそのパソコン買ったりとか、ああその業自分の動画制作のために機材に使う、費やしたりとかっていう方に今ちょっとシフトしてて、だいぶあ趣味にお金使いたいっていうのはもちろんあるんですけど、そっちよりかはなんか今はなんかそういうことしてる場合じゃないなっていうか、今はその自分の好きなものにバンバンお金使うっていうよりかは、もっと自分のメディアをでかくすることに専念した方がいいのかなというか、そういうふうな、すごい22歳やなっていう感じになってきて、それでやっぱあの、まあ、GoPro も買い替えたし、パソコンも最近買い替えたんですけど、その辺がでかいですねやっぱ。いやでも22だからあと8年あるからね、30まで、はい、いやあと8年やったらすごいことになんない、やばない、いや多分ね、多分8年続けたらマジで普通に広告収入だけでも100万はいってると思うよ、うん、いってるでしょ、多分いってる、いってるでしょ、動画入ってもいってるでしょ、自分でその自分で撮って自分で編集してあげてるっていう、その完全オリジナルなんで自分の場合は、だから規約変更とかあっても別にぶっちゃけ怖くないみたいなのもあるし、まあ、その規約変更の内容にもよりますけど、まあ、俺はねちょっとね、あの扱ってる内容が内容だからちょっと微妙な部分あるかもしれないけど、まあ別にアカウントバンされてるし、一回バンされたらされてたらいいかな、それネタにするし広告収入に依存するのがあれっていう話もしてたじゃないですか、それはちょっと自分も思ってて、だからもうちょっとチャンネルでっかくなってきたら、うん、まあ、それこそさっき言ってたグッズ作ったりとかもそうですけど、それプラス月額のオンラインサロンみたいなやつもちょっとやりたいなと思ってて、うん、だからその前その情報商材であのハーレーのハーレーダビッドソンの乗り方みたいな、うん、それで2万9800円で売ってる人がいて、それ、はい、そのコンテンツ販売で100万ぐらい売ってる人いて、毎月でプラスそのオフ会みたいなのもやって、はいっていう人はいたね。だからその乗り方でオフ会やってみたいな、コンテンツ販売に行ってみたいな。月額のそのサブスクリプション的なものがあるとやっぱ全然違うんかなっていう、その毎月毎月入ってくるんで、そ、ねうん、そんなこと言ってられる規模じゃないんであれですけど、今もいや規模でしょ、だってチャンネル登録者数5000人超えてんだからさ、いやもっとでかく、もうちょいでかくしたいなっていう感じですね今は。だって常時平均して今平均は再生数どれぐらいあんの、平均は平均っすか、回ってんのと全部今までの足して割ったりしたら結構な数って多分なると思うんですよ、回ってんのだと14万とかってのもあるし、すごい。ですけど大体でもちょっと5000とかじゃないですかね、1日平均じゃ5、6000、5000とか6000とかだと思います。その動画の内容にもよるんですけど、まあ、十分じゃん。だって5、6000常時回ってるとするやん、回ってるやん、はい、でそれでオンラインサロンで月1万でもし100人入ったら毎月100万やで、まあ、まあそうっすね。いけるでしょ普通に。だから数が俺と違ってどんどん数増えるっていくやん、だから価格はリーズナブルにして数増やしてっていう。だからあのね、大川雄介さんだったのかな、その動画知ってる、はい、動画クリエイターでめっちゃすごいんだけど、その人はチャンネル登録者数5万人ぐらいで、その動画のオンラインサロンみたいなのやってて、それが1000人ぐらいいるって言ってたけど、それ確か月額1000円ぐらい、うん、それでも100万ですかね、1000円で1000人だから100万円する、うん、そうそう、あの人がソニーの、 あのプロモーションビデオ作ってたのびっくりした、わ、 この時代になったかみたいな。
ジェット大好きさんは分かるんだけど、昔からやってるから、はいはい、あーわソニーが取り上げるんだみたいな、なんか多分なんとか1000の機種だったかな、なんかコンデジというかデジカメのやつでプロモーション V をソニーのページに YouTube が貼られてて、動画のクオリティすごいですよね。あの人すごいね、あの人すごい、あの人も若いよね、二十何歩でしょ、年大して変わんないですよ多分、多分変わんないよね、大学をなんか中退しましたみたいな、大学中に映像にハマってどうのこうのっていう、そうですね、あの人もなんか自分もやりたいことを突き抜けるって感じだね、はい、まあ、結果的にそこに集まって1000人いるわけだからね、コミュニティも。だ俺も数増えれば、まあ、そういう風にしたいなとは思う、はい、やっぱお金ない人多いからさ、まあ、バックエンド的なのは置いとくけれどもサロン的なやつだよね。だ来年から一応やるけどね、毎回やろうと思ってドメイン取ってさ、ドメインを取ってもう3年放置してるもう月額を やった方が、毎月やっぱセールするのしんどいからさ、はいはい、でしかも990円で、あのまあもう負荷ないじゃん、990円で借金しますってないじゃん、ないですね、さすがにネットビジネスやってる場合じゃねえってみたいな感じになっちゃいますもんね、その金額払えなかった。だそれでサロンやろうかなっていうのは、もう来年からもうそれはもうマストでやって、だから990円の価格帯で1000人で100万、約100万っていう、そこ目指して今めっちゃ今ほんといろんな人 YouTube 参入してきてるじゃないですか、有名人の人から、まあ、それこそホリエモンとかもほんと本腰入れてここ2ヶ月ぐらいで考えやってきてますけど、そうだね、なんかスタイル変えてきたもんね、うん、なんか伸びるっていうのは予想してんだろうなっていう、ああいうすごい人らでも、いやそれはそうでしょう、はい、やるしかないよねっていう、だってねブログずっとやってた池早さんの YouTube 始めたのも、はい、頭いい人が今後絶対伸びるだろうっていうプラットフォームに入ってきてるっていうのは誰が、まあ、客観的に見て熱いとしか言いようがないじゃん、はいだ本当ね、俺もあのユーストリームであの路上ライブしてた時あるのね、パソコン持って、うん、でそれから5、6年経って今スマホで動画路上で撮ってるとマジで YouTuber ってちょい言われるからね、あ YouTuber だみたいな、時代変わったなみたいな、昔あのパソコン持ってライブしてたらなんか変な人だと思われてたけど、うんうん、なこの前だったかな、なんか大阪でそれやってたら、あ YouTuber だって俺も入れてみたいな、あなんか時代変わったなみたいな、時代変わったなみたいな、あなんか飲む、そうですね、自分もはい適当に来たらじゃあ頼みますそっちから頼めんですか、あここから頼む、本当ですか、何がいいですか、じゃあメロンソーダで、メロンソーダかわいいね、はい、メロンソーダか、メロンソーダで、なるほど、タイトルメロンソーダにしようかメロンソーダメロンソーダはちょっと焦燥定外だね、メロンソーダ、メロンソーダで、あったメロンソーダメロンソーダまだ飯食える、全然いけますよ、メロンソーダね、見てたよ、あれ昨日なんて言ってないですけど俺見てたよ、見てるよって言ってたよ、三浦なんだっけ、三浦涼子なんか
俳優なんですか。これレバーですかね。いや、そレバーではないと思う。何肉なのかなって思ってるんですけど、それなんか今日の三点盛りみたいな感じかな。うん、それはあれ、お兄ちゃんの、それお兄ちゃん、俺が仲いいのはお兄ちゃんで、本当は俺も行こうやけど、なんかありがとう。してて、妹のための箸が入ってたから、ここから行けない。わさびとか使います？何に使えばいいか分かんないですけど、まあ、さっきのなんか肉に使えみたいな。じゃあこれわさびでいきます。わさびでいきますか。あー、綺麗。シャンプーのシーンとかでめっちゃ綺麗じゃん。なんかレバーっぽいね。でもですよね、うん、なんかそこまで肉肉しくないというか、肉肉しくないね。いやでもね、ゆうちゃんが続けてくれてたのが嬉しいね。本当に一瞬消えたと思わせるっていう、そういう戦法なんで。あ、そういう戦法だった。違いますよ。100人行った時も多分そんな感じだったんですよ。遡っていろいろ見てたんですけど、うん、それ見るとそのずっと連絡来なくなって2ヶ月ぐらい経ってからやっと吉田さんみたいな、そんな感じだったんですよ。やってたんだみたいな、そんな感じでしたね。いや、ほんと多いから、最初の、はい、最初頑張りますって言ってね、消えていく人が多いからですよ。イチローの言葉かなんかで、うん、めっちゃ心に残ってるのがあって、うん、なんかやっぱあのイチローでさえも、うん、なんか試合前のとかのルーティンっていうんですかね、うん、準備体操とかって、うん、やっぱその人間なんで波があるじゃないですか、うん、ある感情の、うん、それで落ちた時にやっぱやりたくなくなる時が来るらしいですよ。あ、イチローも、イチローでも、うん、でもそこでやら、その今までやってきたルーティンをやらなかったら、その自分を見に来てくれてる人に失礼だっていう、そういう考えらしくて、でそれがまず根底にあるからとりあえず続けてきたっていうのもあるらしいんですけど、そこでそのずっと続けてきたことをやめてしまったら、なんか今までやってきた自分自身をも否定することになるみたいな。あ、なるほどね。ってことを言ってて、だからなんかもうやめられないというか、続けるしかないんですみたいなことを言ってたんですけど、なるほどなと思って。実際自分もその今2年間やってきましたけど、うん、それでやめちゃったらその今までの2年間ただの無駄っていうか、ただ時間使ってただけじゃんみたいな感じになっちゃうんで、もったいないなみたいな、そういう感じのもありますよね、やっぱ。なるほどね。あれではプロポーズ大作戦なんで、分かる。だって2年前ドリアカ入った時は、はい、自分で何か発信するっていうのはやってなかったよね。やってた？あと、その前の時に、うん、一応転売では入ってるんですけど、うん、情報発信も教えますよみたいな、うん、どっちかっていうとその転売教えてくれるっていうよりかは、うん、その転売のやつを情報発信して稼げみたいな、そういう感じのだったんですよね、なんか実際入ってみたら。そっちでちょっとかじってたんで、そのキラキラ、うん、キラキラ、キラキラ男子みたいな。で一応そっちではちょっとかじってはいましたけど、キラキラはかじったんだ、ちょっと一応ちょっとかじっても、あ、無理だってなってやめた。キラキラ自分に嘘ついてる感しかなくてですね、それぐらい、じゃそれぐらいで、だからもう動画の撮り方とかも本当分かんないまま一応スタートしたんですけど。あ、何、じゃあ霜降り焼肉やアップしてたの？霜降り焼肉、霜降り焼肉をインスタとかで。霜降り焼肉食ってないですよ。安い焼肉屋とか行ったやつを、安い焼肉だけど、こっちからこっちからみたいな、それをフェイスブックでアップしてた。高級っぽいみたいな。なんか知らないですけど、Facebook もなんかアカウント停止になったし、それで何も悪いことしてないですけど、こいつキラキラしてんなみたいな。やってらんねえわと思って。なるほどね。初心者だからとか言ってる人いるじゃないですか、よく。みんな最初初心者だと思うんですよ、実際に。やって経験積んでいくしか多分ないと思うんですよ、どのあれも。
まあね、ナチュラ君って言うんだけど、ナチュラ君でしょ、ナチュラ君、え、友達じゃん、いや、喋ったことないよ。なんか編集上手くなったとかめっちゃ言われますよ、友達とかに。あ、そうなんだ。編集めちゃくちゃ上手くなって、今何本ぐらいアップしたの？今100、それでも110本ぐらいですかね、上げてるって言っても。俺のチンゲの1本だね。はい、100分の1ぐらいですか、吉田さん。俺多分1万2000ですもんね。まあ、R34 は1万2000本以上もう一般公開してて、はい、限定公開の動画が3800本ぐらいあって、で、まあ多分バンされたのも入れたらもう2万本ぐらいはあると思う。新規みたいなもんさ。弟の方から失礼します。これでサラダです。はい、でも100本ちょっとで5000人ってすごいね。まあ、でも上見ると結構すごいですけどね。もうほんと10本ぐらいしか上げてないのに9000人とかいる人もいるし。あ、マジで。上見たら切りないんですけど、その比べる対象ってやっぱ自分にしといた方がいいのかなっていうのがあるんで、他人と比べても意味ないじゃないですけど。まあそうだね、切りがないからね、はい、上には上が本当いるんで。俺だって俺比べたら、お前何再生回数100で偉そうに言ってんなんて話だから。いやいや、でも逆にでも吉谷さんからしたら、じゃあ動画100本で何偉そうなこと言ってんの。あ、そうやね、感じだと思うんで。まあ本数に関してはね、はい、でも逆の視点、違う視点だと、まあ、そんだけ本数アップしてまだそれかよみたいな。いろいろありますよね。いろいろあるんだからね。まあ、俺はもう自分で飯食っていけれるぐらい稼げればそれでいいからさ。だって稼いだとしてもなんか結局そのなんかフェラーリ買いたいとか、はい、ランボルギーニ買いたいとかないからさ。まあ買うとしたらこれ絵的に面白いなっていう部分ではあるけど、ラファエルみたいにエフェルあのネタ的にはいいかなとは思うけど、いや本当に自分が欲しいのかって言われると、いらねえなみたいな、34でいいかなみたいな。34を100万キロ乗るっていう。今なってるんですか。20万キロぐらいいきますね。20万8000キロぐらい。100万キロ乗ったら日産からも100万キロ乗ったんですかみたいな、なんかあるんじゃないかな。で、100万キロってなかなかなくない。ないっすね。ないよね。ないっすね。ないよね。100万キロそもそも乗れる時間ないしみたいな。20万キロの時点でもええってなるレベルですよ、多分、一般の人からしたら。でもなんか GTR マガジンっていうのがあるのね、はい、専門雑誌で。それで3人で40万キロ乗ってるおっちゃんが特集されてたの。3年で40万キロですか。 3人で60歳ぐらいの人が、はい、その若い時からずっと乗ってて、42万キロだった、でそれで特集3ページとか4ページあって、あ、ということはこれ100万キロ乗ったら絶対特集されるなみたいな。本印刷作ってきました。ロードスターの人いますよね、確か。あ、マジで。あのメーター多分全部一周してゼロに戻ったみたいな人です。マジで、マジで。あのリトラクタブルのこういうヘッドライトのロードスターなんですけど、うんうん、あれを多分100万キロぐらいじゃないですか、あれ一周するってなると。マジで。全部一周させてゼロに戻って、すげえ。それが特集されてました、ね、え、マジで。へえ、そんな人いいんだと思って。ゼロに戻す。メーターゼロに戻っちゃったみたいな、ま、メーターゼロに戻すって、まあ、斬新だね。相当ですよね。リアル改ざんだね。リアル改ざん人。すげえな、それも。へえ。なるほどね。そういでもね、俺のメーター多分ね100万キロまで回るような気がするんだよね、なんか1個余ってるから、枠が。10万キロだったら全然だってあるじゃないですか、だから多分1周するってなると100万キロだったと思うんですけど、来年の。すげえなと思って。すごいね、それね。やばい、めっちゃ来てるぞ。はい、いや、ちょっとそのリセットいいね。リセットちょっと面白いね。リアルメーター改ざん。リアルメーター改ざん。メーター改ざんしましたみたいな。ガチメーター改ざんみたいな。はい。どうですか、メーター。
俺はね、何だったかな、なんかネットでツイッターかなんかで見たんですよね、半年前ぐらいに。へー、その記事のあれがすげえ人いると思って、な上には上がいるね。なんか俺なんか鹿児島から宗谷岬まで車で行って、はい、俺すげえだろうと思ってたんだけど、なんか調べたら本が出てて、はい、歩いて鹿児島から宗谷岬まで行った人がいて歩いて行ったんだみたいな、やべえなみたいな。歩いて鹿児島から宗谷岬行くみたいな。上には上がやばいなと思いましたけどね。俺歩ってやばいっすね。歩ってはやばいね。常人じゃないですよ多分その人。なんかその本が出てて、そのあのしかも定年になって、はい、自分探しの旅みたいな。どのぐらいかかるんですかね。いやわかんない、相当ですよね多分。でも来年の夏はもうやりたいなっていうか、まあ、スケジュール合わせて、まあ、スケジュール合えば北海道の道の駅全制覇はちょっと車でやりたいなっていう。ガソリンスタンドとか見るじゃないですか。北連でしたっけ、うん、北海道の北連っていうガソリンスタンドがあるんですけど、うん、それ回るとあの旗もらえるんですよ。あ、マジで。北海道の各地で、うん、多分何個かに分かれてるんですよね。6個ぐらいに多分北海道分かれてて、うん、でそこのエリアに入ってるその北連っていうガソリンスタンドに行くと、うん、北連フラッグっていう旗がもらえるんですよ。マジで。でそれをあの三角形の旗なんですけど、こういう、うん、それを3つが全部合わせるとこう丸いなんかの絵が現れるみたいな。マジで。そういうのがあるんですよ、ね、え、マジで、はい、バイクで結構回ってる人とかがいて、北連です。初耳。あ、それ面白い。それも道の駅のスタンプラリーとかもあるんですかね。あ、なんかあったあった。その120何個あって、はい、でそれ全部なんかどの子のっていうのがあって、つまり今120個あるってことは120動画撮れるなみたいな。あ、そうです。で俺が考えたのが120動画撮れるってことは120回セール、道の駅でセールするみたいな。120回セール、今回この道の駅みたいな。だから商品名その道の駅みたいな。でそれを300円ぐらいで売って、はい、道の駅で吉田に何喋ったのかみたいな。ちょっと今構想としてある。あ、そういうこと。それも面白いですね。多分道の駅を回る人はいるんだけど、道の駅一個ずつセールス動画を撮る人はいない、多分絶対いないからさ。いないですね。しかも商品名道の駅みたいな。一番最初でも俺も実際に吉谷さんの動画見たのあれですからね、その R34 のなんかの動画ですか。ああ、なんかぼやいてる感じのだったと思いますね。34ぼやくで運転しながらのいつもの通り、 あれ見ておーみたいな、おーみたいな、おーみたいな感じで。でもその時にその多分あの時からアイコン変わってないと思うんですよね、ずっと。あ、ずっとあれじゃないですか、白のあの R34 って書いてある。 あれとその R34 マガジンっていうそのアカウントっていうかチャンネル名をずっとなんとなく頭の片隅にいて、うん、でそれでゆっこさんとつながって、うん、あ、なんかこの人みたいな、そんな感じだったって最初。あ、何、じゃあゆっこさんつながる前からちょっと見たことがある。何回か見たことありました。あ、そうなんだ。この人の動画見たことあるわ。あ、この人みたいな、まさかの。あれ、なんか見たことあるぞみたいな感じになって、あ、軸やってたんだみたいな、そんな感じでした。たまに未だにあれ見ますよ。アップガレージに R32 の、あの運転席売りに行く。あ、シート売りに行く。あれ結構多分ね、結構回ってると思う。何千回か1万回か。なんか定期的に俺もあれ見たくなるんですよ。なんか知んないですけど。あ、マジで。遡る。アップガレージで売ってみたね。はい、あれ確か3、4万になったような気がする。ヤフオクで売るとどのコーナーって。そう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 。去年か一昨年か、宗谷岬行くときに、うん、俺ホイールが1個なんか歪んでたの、
で、もう宗谷岬行くから完璧にしたかったからホイール全部変えて、新品のホイール、ニスモのまたホイール買って、その昔装着してたやつをアップガレージで売ったんだけど、はい、1個やっぱ歪んでるけれども確かは5、6万で売れたね。やっぱり腐ってもニスモみたいな、そんな感じなんですね。腐ってもニスモみたいな。多分ね、俺の今使ってるレカロのフルバケもあれオートバックス限定でもう売ってないの。当時オートバックス限定の赤色で売ってて、多分売ったら 5、6万になると思う。結構使い込んでる、おそらく。この辺も覚えてますね。これ助手席買えないんですかみたいな。あ、助手席寝るから買えないよみたいな。ね、助手席買えない。あ、じゃあ次の日にまたすぐ始発でどっか飛んで、マジやめてやめて、デザインなんだ。1時間わけやね、これね。なんか最後なんか、ね、リュウちゃんの言うことあるから。言うこと、言うこと結構来ましたね、最後に。最後50分話して、最後言うこと、ぼやきからの最後。結構難しいっす。なんで親やから最後締めっすよね、この動画も。そう、締め。俺正面行きたいからさ。いいっすよ。いやリュウちゃんの締め言葉聞いて正面行くから。メロンソーダ美味しいっす。人間性マジで。なんかその顔。いやいや、なんかさ、なんか行動できない人にメッセージ。そっち系ですか。そっち系で。いや、まだお前社会出てねえやつが言うな。大学生の時だとほぼ6人バッチしてる。今チャンネル登録者数何歩だっけ。5600です。5600で24時間以内に5000回回る、はい、で広告収入が約10万ぐらい。10万ぐらい、はい。いや、ハンバーグ屋そこに到達した自分から、まあ、そのだって毎月10万稼げてない人もめっちゃいるからね。そうですよね。5000稼げてる人が少ないみたいな、そんなのもありますよね。しかもその例えば、まあ、リュウちゃんもそれ分かると思うけど、今月10万いくやん、 YouTube で広告収入。じゃあ来月ゼロってことありえる？ありえないです。ありえないでしょ、はい、ありえないでしょ。ありえないです。だからもう定期的に入ってくるやん、はい、もう。だそこの地点まで行った、頂から見下ろす、あの今から登山しようぜみたいな、今から行くぜっていう人に何かメッセージあれば。結局やればいいんじゃないのっていう感じですよね、本当に。なんかそうやね、やる気なくてもとりあえずやってるうちにめっちゃ多分なんかやる気出てくるんですよ、間違いなく。あー、だりーなとか思ってても、いざなんか机座ってパソコンいじり出すと、うん、なんか没頭するっていうか、最初掃除とかもそうだと思うんですよね、うん、掃除やり始めるときってめんどくせえとかって思うと思うんですけど、やり始めると徹底的にきれいにしたくなるみたいなのと一緒で、その腰が重くても立ち上がっちゃえば多分なんとかなるんで、立ち上がれと、立ち上がれって感じですね。とにかくやれやっていう、とにかく立ち上がれと、はい、立ち上がっちゃえばもうこっちのもんやで、もうヤギになれと、はい、生まれたヤギになれと、グラグラしても、グラグラして生まれたヤギになれと、立ち続けてればなんかあるんで、そこをしかね、足プルプルでも立ち上がれと、はい、なるほどね。動き出せば何か変わりますから。うん、まあ動き出さないと変わらないしね。はい、ということでめちゃめちゃぼやいたんですけど、僕あのションベン行きたいんで、正面行きたいという理由で終わるというね、なかなかない終わり方ですけど。1時間撮ってますからね。大事尺的なあれもあるでしょうから。では終わります。ありがとうございます。